こんにちは、こんばんは。絵とヒーリングのアート花吹天です。今回は私が今までに呼吸法や瞑想や統合ワークなどをしていて、時々この3次元の意識とより高い次元の意識を行ったり来たりするうちに、ああこれ気づけてよかったなーっていうことがあったので、それをシェアします。その感覚わかるよとか部分的にピンとくるという方もいらっしゃると思います。ここで参考にさせていただいたのは、呼吸法で左脳の自動思考を消し右脳を活性化するっていうのを教えてくださる根戸潤さんと、スピリチュアルカウンセラーの並木義和さんです。畑違いのお二人ですが、彼らのお話もまた私にはバシッと共通する点があります。まずは今回のお伝えしたかった結論2つを先に言っちゃいますね。1つは、脳を左脳から右脳優勢の状態に移行していくプロセスで、過去にもし傷ついた経験、体験、トラウマがあれば、それがだんだん癒えてくる、癒されてきますよということです。スピリチュアル的なワークやエナジーワークというものをしなくても、右脳の活性化とかね、脳へのアプローチによっても癒しというものが起こります。でも癒しとか自分のエネルギーを高く強くしたいというのが一番の目的なら、スピリチュアル的ワークとかエナジーワークと言われるものは即効性があると思いますよ。で、2つ目は、これ説明が難しくて長くなっちゃいますが、世の中には闇の話があって、苦しめられている子どもたちがいるとか、またひどい扱いを受けている少数民族がいるようです。彼らに同情したくなりますが、彼らはかわいそうな人でも弱者でもない。この3次元での彼らは苦しいと感じていても、もともとの彼ら、内側にいるハイヤーセルフ、より高い次元の彼ら自身としては、苦しい体験を通して彼らの真が魂と言われる部分では納得、満足しているということです。これ後でまた出てきます。はい、では早速1と2について掘り下げていきますね。体を癒すとか心を癒すって言いますが、ここではどちらかというと心の癒しの方に関係した内容です。癒しの方法って人によってしっくりくるもの、好みが違い、ある人は心を扱うカウンセラーからカウンセリングを受けるのが自分に合うなという人もいます。他には周波数を変える音叉セラピーが合うなとか、並木義和さんがおすすめするような自分のイメージングで統合ワークとか、瞑想、自然界に触れる気功などのエナジーワーク、チャネリングのセッション、ひょんなきっかけで自分のパラレルが変わり、気がついたら癒されてたとか、偶発的に癒されてたなどなど、人によって様々です。で、根戸潤さんのエレベーター呼吸法などは別に癒しを目的にしたものではないですが、結果的に癒される副産物というとなんですが、癒しも起こると私は感じます。この左脳より右脳を優先にしていくプロセスで癒されてきます。やはりそれは先日の動画でも触れましたが、脳内ホルモンのセロトニン、通称幸せホルモンの分泌が適切になるとか、自分の意識が今ここに集中できるようになるので、過去の傷は薄らいでいく、今ここの自分にエネルギーが満ちてくるので、過去の痛みはものともしなくなる、そんな自分に変化していくのでしょう。で、先ほどの2つ目の話、苦しんでいる子どもたちやある少数派民族はかわいそうな弱者ではない云々という説明のために、まず最近私が気づいたことを先にお伝えしますね。それがその2つ目という話につながってきますのでね。はい、で、私は根戸潤さんのエレベーター呼吸法がだんだん身についてきて、最近こんな風になってたんです。確かに自動思考がかなり静かになってます。でですね、私は時にはすごくこの世界での一般的な意識っていうか、三次元意識でどっぷりとこの世界に浸ってます。そして時には以前味わったワンネスの体感、宇宙的体感が最近ごく短い時間ですが蘇る時があります。すべての人、物、空間が私でありあなたであるというね、調和した感覚になっています。
で、また時には3次元より少し高い5次元くらいにひょいと意識が引き上がっている時があります。穏やかに世の中を見ているというかね、あれもこれも貴重な体験経験であり、周りの人々が美しく親しいみたいなね。で、これはごく最近なんですが、今ここにいて3次元意識と5次元意識、5次元かどうか実践には定かじゃありませんが、3次元より高い次元の意識、分かりやすく5次元と言っておきます。それとワンネス意識と、いっぺんに同時に持っているという短い数十秒くらいの時間なんですが、たまにあるんです。きっとね、皆さんも高い次元意識になっていたり、また低い次元意識になっていたりを往来しているんじゃないかなと思いますが、どうですか？はい。で、この世界、3次元と言われる、言ってみればいろいろ手間のかかる重たい次元、スムーズじゃない荒い世界、時にはものすごく感情が揺さぶられる、人と人を比較し上下優劣をつけがち、善悪正しい間違い、あなたと私は違う、一人一人が分離している、分離というものをこの3次元では体験できます。この次元ならではの楽しいことや感動的なものもあれば、肉体や心が傷ついたり病んだりもする、傷つくとどんな感覚になるのかを知ることができる世界です。ハイヤーセルフだった自分の記憶をすっかり忘れて、ローワーセルフの自分を味わうというのをずっとやってきました。はい。で、例えばですが、私には子供の時に嫌な経験体験をしたことがあり、それを思い出すと当時の体に受けた感覚とか、目の前にいた人の言葉や動作、自分が発した言葉や動作、心の動き、傷などが思い出されます。そういうのを持っている方は皆さんの中にもいらっしゃるのではないでしょうか。じゃあ、私が3次元意識でこの世界にググッと入り込んだ状態でそれを思い出すと、ああ思い出したくもない、蓋をしたい、気分が落ちます。でもです、例えば瞑想や呼吸法だったり、時にはただぼーっと空や海を見ている時だったりに、なんとなくざらついた感覚が消える時があります。気持ちがクリアに、クリーンになる時があって、目に見えるものがただ美しい、道行く人々がただただ親しい、ああなんかいいなーとね。そうなった時に、あの嫌な記憶を思い出してみると、あの重たい感情がくっついてこない、穏やかな気分で、ああ私はあんな体験もしたんだなー、と冷静に捉えてるんです。蓋をしてしまいたいとか感じません。おそらくは3次元よりも高い次元に一時的にでも引き上がっている時は、同じ思い出でもよどんだ重たい経験として捉えないようです。また数年前に衝撃的な体験をしたワンネスの感覚、あの時ほどインパクトは強くないものの、今はたまに日常でワンネスの感覚が数十秒の短い時間現れることがあります。その時は何か心地よい清らかなお水が私の中の複雑なエネルギーの分子を流してくれて浄化されていくような感じです。今までの体験は浄化されて尊いエネルギーに変換されて宇宙に溶けていく、そんな感じがします。あの思い出もひっくるめて、なんか満足してるんですね。はい。で、そこから再び3次元意識に戻ったらどうなったか、過去の思い出がわらわらと戻ってきたりします。以前より格段に軽くなってます。完全に消えた傷もあるんです。あんな重苦しかったブロックが、え、なくなっちゃったとね、本当に脳の中のその部分が変わっちゃったっていう感じします。まあそんなのもありました。で、さっき言いました、目の前の事象を見て同時に3次元意識でこう感じて、5次元意識でこう感じて、ワンネス意識でこう感じるっていうのを数秒くらいの短い時間ですが同時に感じる時があります。それで苦しんでいる子どもたちや少数派民族の話に戻りますね。時々スピリチュアル界の方々や歴史の研究者や、いや、それだけじゃなく、いろんな分野の方々でこう表現されることがあります。この世界はあたかも劇場、映画、ゲームの世界とか、もともと高次元の存在意識だった我々はこの低い重たい3次元の世界がどんなものかを体験したくて、生まれる前に大体のシナリオを決めて今世の人生を演じながら貴重な体験をしているんだとか、
今見えている世界は現実ではなく実は仮想世界で、今は目覚めてそれを悟り元の高次元に上昇していく時だ。でも深く眠ってしまうと今世目覚める予定で生まれてきた人も目覚められなくなると。なので世界でいろんなことが起こっているけれど、どっぷりと入り込まずに上から俯瞰しましょう。すると見えなかった部分がいろいろ見えて、ああこの世はこうなっていたんだなと気づく。そして全ての人は元は高次元存在、神と表現する人もいますが、みんな尊い存在だったんだと思い出してくるよとね。でもそれを聞いて人によっては、世界にはあんな苦しんでる子どもたちや民族がいるのに映画だとか自分で大体のシナリオを決めて生まれてきたとか、苦しめている側も尊い存在、人間がみんな神、そんな楽観的に考えられないとモヤモヤする方もいます。私も以前そこが腑に落ちなくてモヤモヤしてた時がありました。世界にはひどい目に遭っている人たちがいる、または世界中のほとんどが一握りの支配者にいいように支配されているという闇の話があったりします。中には本当にひどい話もあります。これは三次元的にはとても耐え難いことであり、そんなひどいことが起こらない方向に人々は向かうべきですし、もし目の前で助けを求めている人がいれば手を貸す、できることをして助け合うっていうのが必要だと思います。でも次元が上がっていくと善悪、正しい間違い、優劣がなくなってきます。ここで普通我々は悪いことをした人も悪くないっていうのって納得できませんよね。でもより高い次元意識になると、みんな貴重な存在で愛おしいという感覚になります。あの体験は悪い相手がいたことによって体験できたことと心の奥で捉える人もいます。そこがなかなかね、この顕在意識では納得できないところですよね。私はまだですが、常に高い次元の意識でこの世界で生きている人は、より低い次元の意識も懐に抱きながら高い次元の意識で周りを見て感じて暮らしているようです。でも3次元意識は高次元意識をなかなか理解できません。また3次元意識でいるときは5次元意識の人、高次元意識の人は3次元意識の人より人として優れているのかな、3次元意識の人は人として劣っているのかなと優劣で捉えてしまいがちですが、5次元意識では優劣で捉えておらず、ただ状態の違い、特徴の違いのように捉えているようです。で、私は先ほど言ったごく短い時間ですが、無意識に3次元、5次元、ワンネス、それぞれの次元の意識を同時に持った状態でいる時がたまにあります。その時瞬間的な感覚ですが、苦しんでいる人々は早く解放されてほしいという三次元的な思いと、それでも彼らは貴重な体験をしている高次元の人々だと尊重する五次元的な思いと、宇宙レベルで愛に満ちた人々が愛に満ちた地球で生を営んでいる、調和しているという、まあいい表現が見つかりませんが、そんなワンネス的な思いとが同時に私の中に湧きます。でもこの3次元世界での彼らはもちろん助けられて幸せになってほしいとね、この世界は舞台劇や映画のようなものというスピリチュアル界の人たちの言っていることが以前より体感として理解できました。苦しめられている人々を高次元式で捉えるとかわいそうな存在には見えません。並木さんもおっしゃっていましたが、あの人たちも地球に生まれる前、もともとはハイヤーセルフ、高次元存在ですと。ほとんどの人は生まれる前の記憶を忘れてこの3次元に降りて生まれてきたので、この世界で苦しい目にあったらそれはもう苦しいんです。でも彼らは弱者ではなく、とてつもないパワーを持った生命体なんですと。そしてかわいそう、弱者なんだ、助けが必要なんだと同情しすぎては、彼ら自身が自分たちは力がないんだ、助けが必要な存在なんだと高次元存在だったことを思い出すことが難しくなり、かえって彼らから本来のエネルギーを奪ってしまうことになるというんです。彼らの潜在意識、まあそれこそネドさんの言う本体さん、彼らの本体さんは目覚めて次元を上昇したくても左脳で捉えている現実の自分はこんなに苦しいと、そこしか感じられなくなってしまいます。その苦しい現状から抜けられなくなるっていうことなんだなぁと
私は解釈しました。もちろん助けの手を貸すのは大事で愛のある行動です。助け合うのはいいことですよね。彼らは本来はパワーのある存在なんだと尊敬尊重しながら、私のあなたの体に聞いて、今自分がするといい行動を悟って行動するのがいいのではないかなと思いました。並木さんの話で言うなら、自分軸に立って自分はどうするかを判断する。根戸さんの話で言うなら、自分の本体さんに聞いて自分はどうするかを判断するのがいいのかなと思った次第です。実際に苦しい思いをしている人々自身が自分軸に立つとか、右脳が活性化され本体さんに聞くとか、そういうことを思い出すきっかけを持てますように。いや、モテる。そうすると彼らは癒される。個人的にはそうなることを軽やかに念じます。そしてもちろん、支配者層と言われている存在も自分軸に立つ本体さんの声に気づくなら、彼らも適切な方向に変わっていけるでしょうね。そして我々一般の民衆も悲惨な状況を知って、恐怖や不安、怒りや悲しみ、絶望という感情に深く浸ってしまうのではなく、自分軸に立つ本体さんに耳を傾けて暮らすと調和ができてくるんじゃないかなと思います。私はやっぱりエレベーター呼吸法もっとやろうっていう気になりました。はい、では今回はこの辺で。最後まで聞いてくださってありがとうございます。感謝します。ではまた。